長野プライドで東京進出。食材も職人も長野長野長野。醤油ラーメンの一品がここにある。信濃新麺烈士純明。隣の女子は岩崎奈美さん。9月某日、都営三田線春日駅 A6 出口到着。目の前の西方交差点で琴戸通りを渡り右手に進む。お目当てまで徒歩1分程度。駅近いいね。さあ、あっという間に到着。信濃新麺烈士純明。信濃からお察し、長野県で実力を培った職人の東京進出店。食材も長野由来のものを多く使っているそう。ではいざ。こんにちは。さて、まずしっかりコロナ対策してと。醤油、味噌、さらに王様中華そば。王様、気になるが。注文は一番人気という特製ラーメンで。それでは信濃新麺烈士純明の皆さん、最高の仕事、最高の一杯をよろしく。さあ、仕事が始まったぞ。まず麺を茹で、信州産の小麦、花天竜を使用。のど越しの良さが特徴だそうだ。これは細麺だが、太麺も選べそう。器に返しを入れる。醤油だれも信州由来の白醤油がベースだ。ここで豚バラチャーシューが登場。おお、炙りますか。チリチリといい音だ。そしてスープが登場。動物系、魚介系、昆布系を別々で炊き、ブレンド。お客さん、俺がラーメン食べに行くと隣の客は可愛い女子なのだが、今日は、おお、なんと、まあ、デルモクラス登場でやんす。アフターシックスジャンクション水曜日と小倉会しか楽しみがない俺とはきっと住む世界が違う超新美人。もう眩しすぎて目が状態。眩しみが詰みだぜと、ラピュタのムスカ状態になったところで、俺のラーメン佳境に突入。我々を素晴らしき麺の世界に誘うあの奏でが始まる時間。ゆっくりと目を閉じ、耳を澄まそうではないか。大きく、そして細かくちゃっちゃし、麺を器にドボン。美しくリフトした麺の上に、炙りチャーシュー、ネギ、メンマ等を思われるもの、岩のり、味玉、そして最後にでっけえ焼き海苔を刺して完成。信濃新麺烈士純明の皆さんの丁寧な仕事に感謝。着丼。ありのまま、今思ったことを言うぜ。ビジュアルから来るワクワク感、強すぎだろう。でっかい海苔でのっけから重いジャブを食らい、炙りチャーシュー、味玉、そしてメンマ的な何か。たまらん。どれから行く、迷う。やれやれだぜ。まあ、迷った時は素直にスープから。おお、淡麗系のめっちゃ綺麗なスープ。お、カツオの香りがふわっときたよ。いっちゃえ。おお、いい、めっちゃ上品、うまい。カツオの香りが心地よい。ほんのりまろやかな醤油スープ。ゆっくりスープを転がすと、動物系の力強さも感じる。そして昆布の磯の風味も。どれもが主張しすぎず絶妙な塩梅。では麺はどうだ。うまこれもうめえ。いい麺だ。テンションぶち上げ、さらに麺をおら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 。小麦感が抜群。噛むまでもなくふわりと小麦感。もちろんスープもしっかり絡み、チュルチュルっと心地よく運ばれる。
太麺も選べるそうだが、最初はぜひ細麺でいってくれ。ではトッピングいこうか。チャーシューより気になるやつが、そう、これメンマ？なこ？ん？ん？これキノコだよ、エリンギだよ。へえ、面白い。食感はなんとなくメンマっぽいけど、でも違うぞって脳がバグるぞ。ほんのり醤油風味、これはナイスアイデア。お次はチャーシュー行こうか。アプリチャーシュー、間違いないやつだが、うまいかどうかは俺が裁く。どうだ、うめえ。もうやれやれだぜ。口に運んだ瞬間、炙った香ばしさがほわっと広がり、次にやってくるのはチャーシューのトロトロ感。トロトロで噛む必要なし。あっという間に口の中でとろけ、美味しさだけが残るよ。いい仕事だ。信州長野プライド満載の一杯、ごちそうさまでした。あっぱれ。私は自他ともに認める美脚の持ち主、美脚クイーンと呼ばれているとかいないとか。そんなクイーン慣れしている私がネーミングだけで選んだラーメン、王様中華そば。ビジュアルは想像の斜め上いった。ネギダク、ネギトッピングなしでこんなにネギてんこ盛りのラーメンある？スープは醤油系。王様中華対美脚クイーン、スープからいってみよう。待って、むむむ、味の情報量多くてバグった。黒胡椒がめっちゃ入ってる。隠し味程度じゃないのよ。黒胡椒が俺がメインのスープだと主張するぐらいたっぷり。よきよき、王様を名乗ってよかろう。ではでは、麺はどうかな。中細麺、これはいい。この麺好き、好きすぎて好き。めっちゃ滑らかで上品さも感じるの。そして小麦感もいいの、いいの、いいの。じゃあ次はネギにしようかな。スープと一緒にどうなの。あー、いい、いい。このネギ美味しい。柔らかくて甘い。ラーメンのネギってどうしても引き立て役になっちゃうけど、このネギはトッピングの主役を張れるポジション。とにかく甘くて美味しい。ネギと麺を一緒にいくと、もういい、いい、すごい、これはいい、素晴らしい。ネギの甘み、黒胡椒が効いたスープ、小麦感はじける麺、三味一体で美味しさレボリューション。革命、革命、革命、たまりません。仕上げはチャーシュー、どう？はい、もう言うことなし。しっとりジューシーな低温調理チャーシュー、噛めば噛むほど豚ちゃんの美味しさが溢れてくる。その美味しさが溢れるたびに私も笑顔に。気分上々、ガンミ止まらん、ガチフォーユー。どこからガンミしても100億点満点のプラチナスマイル。多幸感溢れる存在との出会いはスタープラチナ。まあ要するに、率直に大方の予想通り、平たくところはばからずに素直に言ってしまえば、その時俺は彼女に惚れた。長野プライドが積み重なり、うんめえラーメン爆誕。特製ラーメンと王様中華そば、ダブルエースを堪能せよ。え、味噌もうまいの？ならばトリプルエースをぜひ。信濃新麺烈士純明、早速ツイート。俺の名はラーメン太郎。荒川文京千代田の極上の一杯を求め、
今日も街をさまよ、どこにでもいるラーメン好き。ただ不思議な偶然、いや必然が起こる。それはいつも俺の隣の客はラーメンを美味しそうに食べる女子ばかりだ。